こんにちは。表参道にてバストサロンをしております、ビームレセラピストのコキアです。はい、今日はですね、ちょっと珍しく制服ではなく私服でお届けしたいと思います。誰もお前の私服に興味ねえよって感じですよね。ですよねはい、じゃあ微妙なテンションで始めていきたいと思います。いただいたご質問にお答えしていきます。M さんですね、ありがとうございます。いただいたメッセージ読み上げていきます。M と申します。初めてご相談でメールをさせていただきます。この度エッセンス半年分の購入手続きをさせていただきました。これから使用を楽しみにしております。あれですね、このキャンペーン、8月末までやっていたキャンペーンに申し込んでくださってありがとうございます。で、実はブラジャーについてご相談なのです。もともと小さかったサイズが授乳を機にますますなくなり、 A カップもないほどの状態。さらには体重も減ってきたことから、鎖骨もデコルテも骨が浮き出るような感じになっています。下半身にはそれなりに肉はついています。エッセンスと食事内容を意識していこうというところですが、胸を育てるにあたり、私のような体型、胸のサイズ感に合ったブラジャーというのが分からずにいます。いわゆるブラトップのようなものは良くないでしょうし、今着用しているのはちゃんと下着メーカーで測っていただいたアンダーサイズにて、 A カップの服を着た時に綺麗なシルエットと程よいボリュームが出せるよう、しっかりとしたパッドが装着されているものです。ただこのようなタイプ、着用時はこのふわふわパッドに自分の胸をブニュッと潰されるような状態になります。かといってパッドがないと、たとえ A カップブラジャーであってもカパカパとしてしまうので、外して着用することができません。ご相談は、この着用中の圧迫されるような感じは胸を育てるにあたりデメリットになるでしょうかということです。ちなみにこれからブラジャーの販売、また私のような上半身の肉がない人向けの下着を開発される予定とのことですが、それぞれどのぐらいの時期に発売となりますでしょうか。また巷にあるブラジャーの中でもおすすめのものがあれば、すぐにでも、使用ブラジャーをチェンジしたく思っています。長々とすいません、お手数おかけしますが、教えていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします、ということでありがとうございました。ちゃんと文章読むときはそんなに噛まずに読めるんです、私。何の自慢って感じですね。はい、で、そうね、いただいたご質問で一番のご質問の内容が、着用中の圧迫されるような感じは胸を育てるにあたりデメリットになるかということなんですけど、難しいもので、パッドに関してなんですけれども、ブラジャーからお胸がカッパカッパして中で泳いでしまう場合は、ちゃんとパッドで押さえて、形をキープ、押さえてあげるっていうのはすごく重要なんですけれども、逆にちょっとこう盛りすぎちゃうような感じ、なんかパッドでグーって押しちゃうような感じは良くないです。なんでかっていうと、お胸の形がお椀型からかけ離れてってしまうので。なのでそのブラジャーがもしパッドを取り出してみて、なんだろうな、ちょっと待って、お待たせしましたよ。こういうパッドで分厚さがあるとか、そういうのであれば別に問題ないんですけど、なんだろうな、ここの部分からグワーってブクーっと膨れてるようなパッドで、明らかに胸をこうグッと押し出して持ち上げて潰してるんでしょっていうようなパッドだとか、あとは、まあ、こういうパッドに関わらず、また消えますねちょっと待ってね、これは実際に違うブラジャーなんですけど、私がね、手作りしたブラジャーなんですが、このこういうパッドがブラジャー自体に内蔵されてるものって分かりますかね。だいたいここのカップ部分がすっごい分厚くなってて、もう取り外しできないんだけど、もうこのカップがパッド
ットの役割を果たしているようなものだと、やっぱりお胸を胸に無理に潰してしまうので、おすすめはしないです。なので、お持ちのブラジャーがどのタイプなのかなっていうのが少し気になるんですけれども、通常のこう布でできたような感じのもので、で、よいしょ、そのこういうちょっと分厚めのパッドが入ってて、そのカパカパしてるのを抑えてるよっていうぐらいであれば、そんなに気にしなくて大丈夫です。で、ブラジャー全体の締め付けがぐーっと強すぎると、やっぱり凝り固まってしまって血流も良くないので、締め付けすぎも良くないです。かといってフリーダムおっぱいになるような、そのね、書いてあった、ブラトップもやっぱりバストメイク力がないので、お胸を育てていくっていう点ではおすすめしません。で、オリジナルのね、下着についてのご質問なんですけれども、実際に、M さんの体型を見てみないとわからないんですけど、本当にガリッガリに痩せてて、トップバストしかない、寄せる肉が全くないよっていう方は、今開発している本当スリム体型さん用のブラジャーというよりかはね、ちょっとつけていただきたいものを今開発しています。それが順調にいけば、ほらすぐこだわるじゃない、すぐねすぐダメって言うじゃない、だからそれがスムーズにいけば、年内に発売できたら嬉しいなって感じです。で、ちょっと膨らみがわずかでもありますよ、 B カップぐらいありますよっていうような方に関しては、オリジナルのブラジャーを使っていただいた方がいいと思いますので、そちらのリリースは、今すごい頑張ってまして、どうなんだろう、頑張れば10月もしくは11月ぐらいには少なくともお届けできるようにしたいなと思って、スタッフ一同頑張っておりますので、それまでちょっと頑張って他のケアをね、やっていただくといいと思います。で、やっぱりその体のことも見れて、なおかつ下着のことも分かってっていう場所がなかなかないと思うので、ちょっと不安であれば、お手数なんですけれども、もうサロンに来ていただくか、もしくはサロンでネット販売とかそういう風にもしていくと思うので、当サロンで見てもらう、そうするか、あとはお買い求めいただいた方が、きちんとフォローできるかなと思いますので、ちょっとねお時間かかってしまって本当に申し訳ないんですけど、頑張って仕上げていきますので、ぜひとも、秋までもうしばらくご辛抱いただければと思います。ご質問ありがとうございました。また3の日のおっぱいの日のメルマガ動画で、皆さんからの動画じゃない質問についてお答えしていきたいと思いますので、何かありましたら、おっぱいの日のメルマガ動画っていう風になんかね、メルマガのメール宛てに書いていただければお答えしていきますので、どしどしお待ちしております。じゃあね、またね。